水を取って食べていこうと思います。待って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 、茹でたミミズからいただきます。こんにちは、こんにちは、カエルです。皆さん、ミミズは食べたことはあるでしょうか？今日は森に近い道路に来てます。で、今雨が降ってるんですけど、雨が降った後ってよく道路でミミズを見かけませんか？実はミミズって皮膚で酸素を取り入れてるんですよ。なので土の中にいるミミズは雨が降ると溺れるから出てくると考えられています。というわけで今回はミミズを取って食べていこうと思います。うるさ。さっき、オオカマキリの卵じゃん。待って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 、穴が開いてるので生まれてるっぽいんですけど、一応持ち帰ります。ちなみにこのさっきからジー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 言ってるうるさい生き物は草切りっていう生き物です。この草切りってやつもいつか動画で食べようと思います。え、待って、木見上げたらナメクジいるんだけど。やば、ここ生き物いすぎだろ。待って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 、オウムカで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 、ちょ待って、捕まえる、これは絶対に捕まえる。あ、やばい。うわ、握られた。ガチか。オウムカデは普通に食いたかった。今4月なんですけど、あんなでっかいオウムカデいるんですね。そう、またナメクジンじゃん。俺この森だったら遭難しても絶対に死なない自信ありますね。うわ、ミミズかと思ったら切れたトカゲの尻尾じゃん。今からミミズ食べるのにミミズよりもうまそうなもの出さないでよ。さっきの切れてた尻尾って日本トカゲの尻尾なんですけど、日本トカゲは小さい時は色鮮やかなんですけど、大きくなると茶色になるんですよ。すごく見えにくいんですけど、さっき言った草切りがいました。ミミズってこういうところの端っこにめちゃくちゃいるんですよ。え、待って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 、ミミズいたんだけど、めっちゃくちゃ嬉しい。おい、ミミズってこれずっと湿ってるじゃないですか。これって実はミミズのおしっこなんですよ。ミミズの体の作りって単純なんで、実はこの皮膚からおしっこが出るようになってるんですよ。で、こいつはあんまり触りすぎると自節って言って、こいつ自分から体を切り離すんですよ。そうすると食べるときちっちゃくなっちゃうんで、もう締めようと思います。締め方なんですけど、締め方がわかんないんで、とりあえず焼酎に入れときます。焼酎には臭み消しの効果と殺菌効果があるんですよ。さあ出てこい。さあ、うわー、でっか、うわ、でっか、でかい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 、よっしゃ、でっか。え、待って、なんか動いてるなんか動いてる、でっか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 。3匹目、いた。うわ、なんか息出してきた。目に入ったんだけど、ミミズってなんかたまに黄色いやつ出すよな、それかな。おー、でっかい。土からうどんが出てきた。それではもう暗くなってきてるんで帰宅しようと思います。それではさばいていきたいんですけど、なぜかぬめりが取れてました。だからさばきやすいですね。まずミミズの両端を切ります。そしたら真ん中を切っていくと、うわ、めちゃくちゃ出てきた。これが泥ですよ。グロいですけど、これがミミズの血ですね。こいつ自節してますね。焼酎を敵だと思って逃げようとしたんかな。この一箇所だけ色が変わった部分があるじゃないですか。それがミミズの生殖体ですね。で、ミミズって人と違って、これ一匹でメスオスなんですよ。雑談なんですけど、ミミズってサバイバルにおいて貴重なタンパク質となるんですよ。なので遭難したらみんなミミズを食べることをお勧めします。ミミズ洗ったんですけど、どうですか？めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。それでは泥臭さを取りたいんで、1日焼酎で寝かせます。それでは解凍できたんで、ゆでミミズ素揚げ、ミミズ天ぷらを作っていこうと思います。まずガスを設置します。そしたら火をつけて水を入れた鍋を乗せます。そしたらミミズを入れてきます。完成しました。次は素揚げを作っていきます。油を注ぎます。そしたらミミズを入れます。なんかすごい音鳴ってるんだけど、大丈夫これ？めちゃくちゃ縮んでんじゃん。もっと取ってくればよかったな。これ全然少ないな。うお、完成しました。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。水が少しだけ入ってるんで、ここに天ぷら粉を入れます。そしてかき混ぜます。そしたらミミズを入れます。おりゃ、おお、めっちゃいい泡じゃん。焦げちゃったんですけど、これを盛り合わせて完成です。それでは茹でたミミズからいただきます。ちょっと待って過去一きついかもしれない。過去一きつい土臭すぎるあんだけ焼酎で凍らせたのにまだ土臭い。しかも弾力がありすぎる。噛めば噛むほど土の味が出てくるんだけど土の味しかしない塩かければよかったな。正直過去一きついです。ちょっと塩かけますね。それではミミズの素揚げいただきます。素揚げなら食べられるかもしれない。素揚げならミルワームと同じ味するから食べられるわ。
茹でたやつやばすぎだろ。ガチでみんな絶対食べた方がいい。味やばすぎるから。まあ、素揚げは普通にミルワームの味っすね。香ばしいナッツみたいな。次、ミミズの天ぷらいただきます。あ、天ぷらが一番うまいわ。天ぷらはごぼうの天ぷらみたいな感じっすね。天ぷらが一番美味しいです。なんなら逆に天ぷらは美味しすぎますね。ごちそうさまでした。天ぷらと素揚げは本当に美味しいんですけど、茹でたミミズは噛み切れないし、噛めば噛むほど土の味が出てきて本当にやばかったです。エビと同じ扱いをして調理したらエビチャーハンが作れるんじゃないでしょうか。いたダンゴムシも甲殻類なんでエビと同じです。うまそうだけどかわいそうなことしたな。ここに巣があったのか。なんでこんなに陸地にエビがいるんだよ。ダンゴムシって BB 弾になるんかな。うわー、ないこれないこれない。この内臓を洗い流します。